人で寺西君のことについて、はい、そうですね、語ろうか。あと語りましょう。これになっちゃったね。これになっちゃったね。これになっちゃったね。金金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 金はい、ここですよ。ここから会社も15分ぐらいなんですけど、はい、まあ、ここで今日は昼飯食って、まあ、ごちゃごちゃ熱く喋りましょうか。はい、日帰りのやつ750円。750円で、これだよね。めちゃくちゃ安いっすよ。職人飯、何があるこれ。ニンニクチャーハン、俺ニンニクチャーハン入ったろ。僕筋肉チャーハンいきます。僕ニンニクチャーハンっす。でニンニクチャーハンとマーラーメンですよ。で僕ジージャン麺でいきます。ジージャン麺でいきます。ジージャン、ネタだろそれ。ジャージャー麺だけど、お前言い方して分かった、分かった。お前も寺西君そこはいかんだって。冗談言うときは冗談言ってる顔して言え。いや奴とは違うっすよ。奴とは違う。俺から言いました。まあ奴の方が雑魚だけど、奴って誰って視聴者思ってる。視聴者多分これ寺西君見てるだろ。見てる見てる見てる。もう現場に出てるね。今頃ローラー転がしとるな。でも今コンビニ飯っす。コンビニ。すいません、ジャージャー麺とニンニクチャーハンのセットと、このマーラー麺とニンニクチャーハンのセットで。何でも同じやつですよ。帰ろよお前。あれ僕筋肉チャーハン。飯食いに来たんじゃねえぞお前。撮影してやんこっちも。僕天津飯で。僕天津飯で。たわけ。笑っとんやん。あ、違う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 。あの天津飯とマーラー麺で。あ、飲み物ついてくるの？すごいすげえ。あ、サービス。あ、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。サービスだって。もうコーヒーはサービスって言われて。奥さん、奥さん、あの練り替え道場の YouTube 見たって言ってくれたらコーラサービス作りますか？あ、本当ですか。皆さん、はい、コーラサービス作って。ビールはダメだね。ビールダメですか？ビール大丈夫よ。どんどん、何でか作る。写真で見てると辛そうじゃないですよ。台湾ラーメンみたいな感じですよ。うまそう。あ、いいじゃん。まあ、視聴者の皆さんは気づいてると思いますけど、最近寺西くん管理か、サムネイルの管理と編集の管理と、で編集でちょっと最終調整とかしとったんだろ、はい、今カメラマンはみっちゃんは、まあ、編集がメインだよな、はい、で今カメラの勉強もしとるんだけど、まあ、そこにちょっと打ち合わせするだろ。寺西くんもうちょっとこういう風にしてとか、でタイトルとかも全部考えて、公開日程とか考えてやっとったんだけど、今誰がやってるんですか？今社長がやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。ね、どこが違う、どこら辺が違う。カットすっか。もうカット入れんね、絶対。ね、まず段取りとかですかね。あー、うん、段取り。現場行って、うん、何しようみたいな感じで、うん、うん、そのまま時間がずる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 流れてっちゃうんですけど。あ、手足くん、はい、うん、そっちの場合なんかパッパッと決まって。あー、そういうことだな。俺はちょっと早くやりたいな。もうあれでいくわ、これで撮ろうみたいな感じで、うんうん、あれで来るねーわ。でも実際そうっすよね、寺西さん。うん、だってできないから逆にさ、夜考えないんだよ、それはね。で考えない。まあまあそういうことだよね。現場に行ってパッて考えることが絶対できないんだもんね。まあ、今日だったら浮かんでくるって思っちゃうかもしれないよ、多分ね。今日はいけるかもしれないとか多分なるもんね。これ見て多分 iPhone 投げつけとるかもしれない。あの部屋の壁になんかノクトみたいなのあるんだな。寺西くんちあそこにパーンって投げつけとるかもしれない。もう今年入ってから僕本当に全然出てないじゃないですか、うん、最近でも。でどうでしょう。まあちょこちょこですね。でまあ寺西くんからちょっと今日撮影したいんですけどとかって、うん、あ全然いいですよ、何やるんですか。いやまだちょっと決まってないんですよ、うん。まずそこ決めた方がいいんじゃないですかっていうのがやっぱちょこちょこある。うん、だって俺も言ったしな。いや寺西君って自分を主役にしたいもんで、面白いやつにしたくないんだよね。そっちだろ。でも寺西君言ってよ、それは。塗装班の全然しゃべれんやつ。そう、しゃべれんやつとばっかりやるだろう。だろう。カメラマンどうなの、そこら辺。どうだ。自分をよく見せたいが強いよな、うん、寺西君って。いや、その自分なんか一つのパーツじゃん。じゃあそれじゃ結果だよね。いや俺動画見たってずっと思うもん、あのこれ自分をよく見せたいんだろうなってか。うん、僕なんかこんだけフィリピンとかね。一番笑ってるんですからカメラマン。一番笑ってます。これ絶対使うんだよお前これ。じゃあ人間誰しも持っとることだから、俺もそんなんじゃあゼロじゃないもんね。だからいかにそこをやっぱ人を回すだけじゃん。だから面白いやつらを光らした方が面白いな。寺西くんって自分が光りたいと思ってたろ。光
光ってねえやつがいつも思うんだ。俺もう生まれた時からずっとスターだからそんなことに興味がない光り続けて42年間まあ、朝は見てない朝は見てないですよ、僕太陽見たまあ俺がこうやってやってる時に光り続けて42年間って言ったらお前何頭取っとるこいつめちゃくちゃやってるの面白いんだけどな、てないしで逆に結局つまらんやつとやってるもんでネタもつまらなくなっていくもんで、あの昔のいいなとかの辺の時にも面白いじゃん。そうですよね。なんかあと覇気がなくなったんですよね。テネシ君が自分がつまらんだもんね。面白いやつと絡んで面白くなるだろでもだって俺とかと撮る動画見たことある、テネシ君と俺と。はい、結構面白いじゃん、テネシ君。本当ですね。稲、うん、がピークでしたね稲がピークでしたね。めっちゃ面白かったですから。そうか、そうか。まあテネシ君の中でなまあ俺の平常ぐらい平常テネシ君の中だったらバーンたぶんあれぐらいの時の方が逆に自分も塗装の職長やって、まあ、ちょこちょこ現場抜けて、うんうん、もうその数字とかするのに追われたもんで、うん、まあそうだよな、ストレスも楽しいだんだんそうなっていいじゃないですか、うん、だけど後半とか結構お前らだったら結構今面白いやつ上がっとるじゃん。今松谷さんじゃない人が聞いてるんだもんな。そうですね。もう今最近視聴者も増えてきとるもんで6万人今日で5万6千円7000円ぐらいとるんですけど、職人やってない子も結構見てると思うからあれだけど、何時起き？6時過ぎぐらいですね。朝シャンするときは6時ですね。朝シャンって何こいつイライラする。朝シャンするときは朝シャンなんか死んだろお前。俺は朝シャンしてるけど、えそれはコメントしづらいっすよお前デラ笑っとるが、ここ食いつきようが半端ねえがや、デラクス笑っとるがお前なんで俺はそしゃんしたらまずい。なんで俺に助け求める、じゃ俺に助け求めるなって分かったんだコメント控えさせていただきますだけど洗顔でやっとるからなんでお前さ無言なのちょちょこいつこう言ってこういう風だよで、水あるだろ、水バシャなんか、シャンプーの CM みたいじゃんよ、こうやってこれ結構、この頭結構モテるんだけどな、お前お前何笑っとんの、お前お前、ほんと殺すぞお前、カメラマン結構似合っとんだもん、これ以外の髪型できんのだけどな、別にそれ以外の髪見たことないねまあ、アンチはまあ鬱陶しいけど、まあ本当コメント嬉しいよね。最近めちゃくちゃ入ってくるし。いいね、これ山本さんからさ、こんなコメント来てましたよって。18の時からずっと水商売やってました。YouTube 見て職人に憧れて、去年の8月に水商売辞め、知り合いの塗装会社に就職し、3月から知り合いと共に新しくリフォーム会社を設立することになりました。今営業会社やいろいろなところに営業に回り、自社の職人も少しずつ増えてきました。大げさな響きになってしまいますが、塗り替え道場の YouTube に出会って、本当に人生が変わっていろいろな目標もできました。どんな形になるかは分かりませんが、いつか社長にお会いできるように会社を大きくできるように頑張ります。どうかこの DM が社長の目に留まる機会がありますよ。止まってるよ。いや社長多分いつでも会えるんですよ。だけど俺これ送ってきて、はい、この状態ね、これも画像じゃん、はい、俺こここうやって見たね可愛い。いや結構可愛いんだ。可愛いっすね。こうやって見るね。俺はさなんなら多分 iPhone じゃなくてパソコンの画面で見てるかもしれないいや なんなら俺この子だったら別に明日でも会える。いつでも1時間ぐらいだったら時間作ってあげるあのそれ YouTube 見て、まあこういうねさっきのコメントもあるけど来たりするの人とか。最近また来て始めてますね。求人で3人4人ぐらい来てます。まあちょっと来とるんで、まあどんどん来てもらったら、まあただと、まあ、よっぽど来るからね。しょっちゅう来るで、なかなか取ったるとこまではなかなか何人5人に1人10人に来てるかもしれないけど。そうですね、うん、あともう一つちょっとこれ面白いなと思う。資産置き場で、ね、そこでちょっと募集して3人と、あの五木工業あるじゃん、はい、3人と塗り替え道場3人と、はい、で募集でもう2チームぐらい募集したらいいので、はい、大会新足場、あー面白そうですね。図面書いて同じもん組んで、はい、タイムトライアルとかで対決3人1組で、あーいいですね。一つの会社でね、親方クラスが全員集まってちょっと最悪つまらんから、まあ、でも僕らから出すもうメンバー決まってますからね。誰？ベトナム人2人と新しく入る新人1人です。多分それで余裕っすわ。そうですね。そう勝てる勝てる。そうですね。ちょっと、2社ぐらい交通費などは自分持ちだよ。メールアドレスがね、小林アットマークってあの多分 YouTube に直接ついてるよ。そっちの方に送ってくれたら俺がちょっと見るわ。直接ジムの方通すとまた分からなくなっちゃうといかんもんで、早いのなんかもうどうでもいいもんで、楽しいやつらと一緒に動画撮りたいなと思って、楽しさアピールなんかちょっとしてくれたらいいかな。なんか写真かなんか送ってくれていいな、俺たちって。
写真最低、まあ、2枚以上だなは送ってくれて、まあ、ちょっと熱い気持ちを送ってくれたら、まあ、その中から1社2社選んで、で4社ぐらいで、まあ、多分日曜日ぐらいになると思うけど、はい、仕事休みでしょ。日曜日の撮影目標は一応今月3月終わりから4月の前半ぐらいで撮れたらなと思ってますんで、日曜日ね出たりしたら求人とかにもかいい会社に出てほしいので仕事早いのに、はい、親方は絶対出ることだね、まず、はい、うん、若い主婦2人、はい、ぜひ、まあ、じゃあちょっと昼飯大会やりたいです、ね、職人飯ちょっと味のレビューするの忘れましたけど、味のレビューしてないです全然してない喋ってしかないですけど、くだらん会話話で終わりましたけど、はい、またじゃあチャンネル登録はしてね、といいねよろしくお願いします、いいいいねしてね。これになっちゃったね。まあやってるよ。YouTube も出るけど、あの管理をね、編集とかあらへんの管理をもうちょっと卒業したんだけど。